オノレ5世ガブリエルは、モナコ公、モナコ公オノレ4世とマザラン女公、ルイーズ・ドーモンの間の第一子、長男。モナコは1793年2月14日、フランスに併合されたため、家族と共に、フランス市民となる。フランス軍に入隊し、第一帝世紀は、ベルク大公ジョアシャン・ミューラや皇后、ジョゼフィーヌの宮廷で側近として仕えた。 1814年5月30日のパリ条約で、モナコはフランスから再独立した。1815年の年明け、病弱な父オノレ4世を補佐していたオジジョゼフ公使に、代わって摂政に就任。オノレ五世は1815年3月1日、パリからモナコへ向かう途中、エルバ島から脱出して、ゴルフイコールジュアンに上陸した皇帝ナポレオン一世と、カンヌ郊外で遭遇し、 次のような会話を交わしている。同日、己は皇帝が使わしてきた死者に対し、皇帝はフランスの全兵士と国民の大歓迎を受けるだろうと伝えた。ナポレオンの百日天下の終焉を経て1815年6月に閉会したウィーン会議の結果、モナコはピエモンティサルデーニャの保護国とされた。1819年の父の死で正式にモナコ公となった。 己五世は、厳しいモナコの経済状況の改善のために苦闘した。己は思い切った増税を行って、財政健全化を進め、祖父己三世が開いたタバコ工場を取り戻そうと、したが、工場は、サルデーニャ政府に閉鎖されてしまった。己五世はさらに、雇用創出、食産工業、貧困改善のために、工場群やオレンジ農園共同組合の創設を、試みた。 しかし彼の努力は全く人々に理解されず、己五性のやり方は先制的だとさえみなされた。1815年に、己五性が出した布告では、教区教会に教区民が慈悲で設置したベンチすらも課税の対象となり、人々は彼の臨職と強欲さを恨んだ。加えて、人嫌いの己五性は、公衆の面前に姿を現すこともしなかった。こうした、 己五世の不人気がマントンやロクブリュヌイコールカップイコールマルダンといったモナコに属するコミューンの反モナコ感情を高めていったと考えられている。己五世は私生活においても自分のための贅沢や協楽には惜しみなく金を使ったが他人に対しては非常に臨職だったと言われ家族に支給する縁も非常識なほど少額に抑えていた。 モナコ公爵宮殿の修士官、ギュスターブ聖樹によれば、己個性は、誰のことも信用せず、後継者となる弟フロレスタンのことさえも遠ざけた。生涯独身だったが、愛人フェリシテル・オールド・ガマッシュとの間に飛着室し、オスカル・グリマルディを設けた。オスカルは1814年11月28日、認知されたものの、行為を継ぐ資格は許さず、フランスの地方官として、 生涯を送った、ありがとうございます。